昨日名古屋市は新型コロナウイルスの感染者2人の死亡を発表しました。兵庫県では80代の男性が死亡した後、新型コロナウイルスが検出されています。名古屋市で死亡したのは、おとといまでに死が感染を確認している80代の男性2人です。死因は1人が心筋梗塞、もう1人は新型コロナウイルス肺炎だということです。 これで愛知県内の感染者が死亡したのは5人となり、全国で最多です。兵庫県宝塚市に住む80代の男性は、先月末から発熱が続き、今月10日に死亡した後に PCR 検査を行ったところ、陽性が確認されました。この男性は感染者が相次いでいる伊丹市内の老人保健施設をデイケアで利用していました。